全てのもう音楽っていう、ね、ミュージックっていうものが、ね、本当に好きなんで、うん、あの逆に、はい、例えばあるアーティストのすごい曲な、この曲が好きっていうのがあるんですけど、うん、その他の曲全然知らなかったりとか。あ、そうですよね。だからほとんどね、うん、僕の世代、僕が教わってきた世代っていうのはあの、はい、喫茶店とかね、うん、お店で、うん、有線音楽がこうかかってて、はい、でそれをきっかけに、はい、好きになって、で、まあ、例えば有線じゃない、ある人のアルバム、特定のアルバムをかけてくれる店とかに行くと、あ、まあ、そこでこう好きになったりすると、まあ、その店に行き倒してね、行き倒す、はい、でまあ、内向的な性格なんで、はい、あの LP かけてとかっていうのは言えない、言えないけど、だからかかるまで待ってるコーラ何杯も飲んでね、で、まあ、しばらくしたらなんかこう、はい、それがまあかけてくれて、あ、かかみたいな感じで、あれかけてって言ったらいいんですけど、いや、なかなかね、いや、あの、はい、ちょっと話長くなっちゃいますけど、あの夜中の番組でね、あの、はい、繊細な人とか雑な人っていうあのタイプにジャンルに分けたなんか人たちでこう、まあ、戦うというか、繊細な人はこうだよね、ガサツの人はこうだよねっていうのがあるんですけど、はい、要はあの散髪屋さんとか行って、はい、頭とか洗ってて、かゆいとこありますかって言われたら、ここかゆいって言えない人でしょ。なんかもう、痒くないです。そうですよ。お湯加減、ちょっと熱いな思ってもちょうどいいです。でも、お湯加減どうですけど、大丈夫です。絶対言えないタイプですよね。絶対言わない。私もそう。いつもね、まあ、それで一番ね、怖いのがね、最後にあの後ろ、後頭部を三面鏡でこう、パッてやれて、どうですかって言われた時に、いい感じです。なんかおかしい。あれって、この番組全然言ってない。あの全然思ったの違うんだけど、違うんだけど、こう三面鏡でこうグイグイこう、この圧がね。これでいいでしょう、できた。そうそう。だからその、美容師さんの圧と三面鏡の圧もここにかかってるもんですから、はいはい、いい感じです。それ言うしかないですよね。私もそう、あの、言えない、かゆいとかあったり、ちょっとお湯冷たいなとか思っても、はい、じゃあ大丈夫です。大丈夫ですしか言えない。恩田さんは？どっちかと全く言えない。あ、3人ともじゃあ繊細だやったんですけど、最近ちょっとガサツガサツなってきた、言えるようになってきた。これはやっぱ YouTube 儲け出すとちょっと人もね、本田さんもう変わってしまった染まってしもたってやつですね何してるんだよ、君は。僕がここが痒いんだよっていうふうに変わり果てたんですね。ここが痒い、ここが痒い、まあ、言わないんですけど まあでも言えるぐらいにじゃあうちらも成長したいですね。いや、でも本当に ね、あの年とともにね、やっぱり、はい、あの思ったことはね、言った方がいい、言うようにう、ね、あの、はい、なっていくと思うし、なるべき家だと思う、はい、そうですね、はい、はい、じゃあまあね、そういうこと、まあ、繊細な3人で、まあ、ちょっとガサツになりあげたトリオでございますけれども、ちょっとあの私もあの実はあの歌うことがすごく好きで、あのなんとね、本田さんのジャズのピアノも本当に私尊敬してて大好きで、本当に大好きで、そしてあのジャンボさんのトランペットがまた渋いでしょ。ね、あのなんかあのすごいテクニカルなことをするわけじゃないのに、すごいいいみたいなトランペットやっぱり吹き張るんで、あのちょっとね、その2人のサウンドに支えられて1曲歌いたいなと。ありがとうございます。今三面鏡ぐらい圧かけてます。そうですよ。大丈夫ですとしか言わせないぐらいにやってますけれども、はい、あのでもね、本当にちょっとあのいいサウンドになりそうな予感がするんですが、一曲、じゃあこちらもジャズのスタンダードでですね、Almost Like Being in Love という曲なんですが、もうあなたのことをもうきっと好きなんだわ私っていうね、ちょっと恋の始まりのとても可愛らしい曲です。